ここからは石田英二さんでございます。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。はい、まずはこちらからです。大阪関西万博の前売り入場券、委託先の半数が販売せずというニュースです。11月30日に発売されました2025年の大阪関西万博の前売り入場券なんですが、日本国際博覧会協会 販売を委託いたしました旅行会社8社のうち発売されてすぐに取扱いを始めたのが半数の4社にとどまっていると毎日新聞が報じていますでこの4社も販売方法はこのウェブサイトのみで店頭での対面販売というのは行っておりません背景には手続きの煩雑さがあるとも見られているということですねまず入場券の購入に必要な ID を取得して で入場券を購入してもえ別と入場日時とかパビリオンの観覧予約が必要ということで、うん、え旅行会社各社お客様のこのスケジュールが固まる半年前頃をめどに売り出したいということで、うん、そうか僕も知らなかったですけど結構やこしいも、うん、のすごいやこしいで強調宣伝したんです僕もね、うん、買おうとしたんですよ前売り、うん、というのはまあ行くいかんまあもちろん行くら買うんだけども <laughs> あの買っといたらもしなんか 変更とか今後情勢が変わったら、メールで連絡くるやろ。なるほど。この商売してる以上、随時知っときたい。ほんまや。そういうことだよ。で、か、かっとこともだよ。なかなかジャーナリズム。精神やそんなもん、もう、自分の自腹でやで、ほんま。いや、いいんです、ほんま。まあ。あと、これ石田さん、せいなやば、万博に対する。そうそうそうでもね。うん。はい。まあ、楽しみは知ってますよ。あの、ただ、な。 割とネガティブなニュースばっかりでこんなことやりますっていうのが個もあったらやってけへんから何か何を楽しみしてえか分からへんっていうのがある確かに500日前ね、あねいやそ500日やけど2025年ってぶっちゃけ生きてるかどうか分からへんしなきゃ変な言い方してないですか人間な道歩いてて跳ねられるかもしれないしほいでね買おうとしたんですけどあまりの煩雑さに私もう諦めまして。 僕も全然知らなかったんですけど普通に買えるもんやと思ってましたそうそう行ったらまずねまずね切符というものがないです全て電子チケットですああそうねまずそれでねちょっと言うわょっちまでついてきていついてきてここまでやったら俺もやってもええわと思うかどうかまあまあ前田若いからまずねさっきわ気が言ったように万博 ID というのを発行してもらわなかそれは一人一つ id もらうその ID で入場もするしえっとそのパビリオンの予約もするしそのまあ予約というか抽選になる場合はあるよねいっぱいやったら希望の時間に行かれへん抽選とかそういうのをとやるために万博の ID を一人1個取らなあかんと。でしかもこれは16歳以上に限りますあそう歳未満の方は誰かが代理でやったってください。これはねあの ヨーロッパの、ね、個人情報保護法の方針に従ってるって何でいきなりこんなこと出てたんだと思ってまずそんなこと言うのそう16歳以上の人は自分で取ってください。16歳未満の人は え誰かに取っっててもらってくださいうでう、ね、まあそうやね、はい、でそのこういう機会に慣れてへん人も、まあ、スマホとかも誰かにやってもらってくださいみこれはヨーロッパの、えー、個人情報保護方針に従ってますと言われてもいきなりヨーロッパかやという感じやでーいきなりヨーロッパから入り口やこれや、はい、ほんでさあ ID を登録し,しようと思うとまずまあ僕パソコンでやったんですよね あのスマホよりはまあ早いかなと思ってでまた、まず専用のそのページに行くんですよ、で、メールアドレスを入れます、入れますと、そこに、スマホならスマホ、送られてきます、はい、パソコンならパソコン、送られてきます、はい、そうすると、よくあるでしょ、ここの URL をあのクリックしてもらって、うん、そこ行ったところで登録してください、はいはい、要は本当にあなたなんですねという。はい 結構それは会員登録うそうそうそう48時間以内にその QRL をクリックして登録してくださいまず来ますここまではまず普通まずちょっと次がめんどくさかったんですけど万博 ID とパスワードを登録するんですけど ID はまあ8文字以上20文字以内でええんですけどパスワードはめんどくさい半角英数ねうんでえとあとまあ 半角の英語と数字で記号例えばアットマークみたいないああいう記号のうち3つ三、はい、つは必ずその種類の中から3種類を必ず選んでください、はい、それ結構でもそれもまあまあいろんな最近パスワードの中で多くないこの中で僕はちょっとええと思ったのがん、うん、10文字以上20文字以内のパスワードを作ってください、ね、長めです長めそうなんですよパスワードで10文字なんて作ったことないわけよ確かにあんまりないなあそうやろつまりね 今までいろいろパスワード作るから多分8文字なんかやったらああ、えー、マインナンバーカーカド8文字だよねあ,あ,あと結構ね8文字ぐらいみんなね頭ん中にああるとあんん「あんねん」あるとか定番というか定番があったりするな10文字というのは実は初めて作るパスワードになるね。でこれ覚えとかなあかんんだけど俺うっかり手元に書かんと適当に「あこれとこれで」とかって。 後で思い出されん <laughs> まあまあそれはええねんけど。<laughs> まあ、ほんで長いまあ、うん、で<ー>さらにそれ入れると名前生年月日電話番号でどこに住んでるかとかを入力するんですよ。うん、で登録を完了します。うん、ねでこれで完了する。でここで ID が一応これで完了ですはい でえー、さっき言ったように、えーまあさっきあな、来場予約もこれでやります<ー>で。パビリオン予約もこれでやります。<ー>でえー、入るときもこれでやります。この ID はだから大事なんです。<ー>で子供さんがいてはったら、子供さんの分も一人一つ ID がいるんで、親御さんは子供さんの分も ID 取ったってことか<ー>子供もも10文字のパスワード考えないから、<laughs> これ、すごいのん<ー>ほんで、ここまでや,やりました。で、次、登録した ID とパスワードを入力して、ややや,や次の段階やと。 本人んだこれはと思いましてどうしたらいいんだとでよく読んだら今僕パソコンでやってたねアプリスマホのアプリでワンタイムパスワードパスワードというのを作ってくれるアプリがあるんでそれを入れてくださいそれを入れますで入れてまたそこでいろんな情報自分のあれ打ち込んでやったら ワパが出てきますそれをこのパソコンの方に打ち込んだら「あなたであることは確認しました」なんですけど打ち込んだ時点で「なぜか間違いです」って出てもう僕そこでくじけてはっきり言ってここまでに30分かかってんね長いあの石田さんってきっとパソコンとか運動は多分世代の中でもそこまで疎くない方だと思う中ではまあまあ 昔からやってるし疎くないと思うけどまず10文字のパスワードにちょっと引いたんとまたこれかいまたこれかいと来るわけんでワンタイムパスワードを作るアプリをスマホに入れてくださいとそこでごちゃごちゃやってワンタイムパスワードが出てくるんでそれをこのパソコンの方に打ち込んでくださいと言われたらもうわととななっっていいらたけ今僕自分でもなんですけどお話聞いてたら。 今言われたんだよね言われた部分だけ言うとそこまで大変そうじゃないかなと思ってるんですけど例えばご高齢の方そうそう絶対無理やで無理っていかないうね腹立ってくるわもういらんともっと言うと万博ってそこまで入場大変なんですねこれは前提としてすっごい人が来て。 すっごいパビリオンの予約が満杯になってすっごい並ぶという前提があってだからこれをやって並ばんでいくだけ並ばんでるようにしましょうということなんですよねそれは間違いないわまあまあそれぐらい楽しいものができてきたらええんだけどももの全段階で無無理理となっておそらくその万博 ID なるものが一度手に入るとねそれこそ行きたい日にちとかなんとかパビリオンの予約までスムーズにそう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 。 そういうこと昔言うとこの月の石を見るのに時時間も5時間もも並ばんで <laughs>、うん、だそこでねうん、うんま、全くそのとおりで、うん、例えば月の石は見たかったから、ね、みんな並んだわけやんか、うん、で今、一体あの万博で何を見せもらえるのかが分からへん状態の中で、うんうん、ここまで面倒くさいことやって、うん、チケットを買おうという気にならへんだということですよ。僕はそうでしょう、ね そこまで面倒くさくするってことはセキュリティを強固にするてす、ねうん、してるんでしょうね。でね面白いところ紙のチケットがないわけですよ。紙のチケットがないと、うん、でこのね、まあ、おそらくスマホなんですよ、うん、スマホにあの QR コードを仕掛くやつ、ね、あれを出てきてそれを入るところもピッてやったり、ねはい、いろいろあれでやっていくんだけども、うん、それにまず使い慣れてなあかんやろ。そで,ねそれでね、うん、僕ねすごい気になったのがそれこそ僕1970年の万博し に楽しかったかも、うんたつおさんとかにしてみたらかもんさんもね大臣に入場券置いてあるわけよ。うんうん、これはどうしてくれねんと。はいうん、P はいつまでも置いてられへんぞ。はい、あの今ねコンサートとかによっいうセーフ NFT チケットとそうそ,うそ,うそれで<か>いる人はあのお金出したら紙に作ってあげます。金買えと <laughs> 7500はこれ前よりあれやけど普通にこうたら7500円やんか、うん、これな <laughs>、うん、しかもそれを思い出のために紙に残しときたいとなったら1300、うん、円取るんですよえ千1300円いるのそう,う紙用に紙にするお金うわ、まあ1200円の1千0百円の10%やからな倍や1320円かあらー 結結構構いいもんな結構いる。でね、例えばね、えーまあ、どっかの企業さんが買うと、うん、その時に「配る」と「剣」はいはい「P」を配られへんから<ー>配るじゃんでしょその紙に QR コード書いてあるおそらくでその配る紙名刺サイズにしたらやっぱりそれでも150円1枚。1> <ー> はがきサイズが千二百円、パスポートサイズが二千円なんですよね。だから、まあ、普通はがきでの、のぐらいの大きさに残しておこうと思うと。千二百円<ー>だかけ、一点一。で、それはね、なんか、うん、と思ってしまったわけですよ。で、まあ、あなるほど、うんまあ。まあ、あの、さっき、わ、言ってくれたるように、うん、これがまだ、なんで、あの。旅行代理店がそんなに一生懸命やってへんか、から今言うたら、んどくささで、発行したと。 発行したと、今度はそのこれ苦手やから旅行代理店たいのまず来てはるわけで発行してあげましたと、ID とパスワードでこうですよと、こんな QR コードか何かにして渡しましたと今度はこれでどうやって予約入んのって来るわけよ、おそらくこれはどうやってこれでパビリオンの予約するのって来るわけ、来はるわけよ、必ず旅行の窓口やそこは打った以上やってげなあかん、ピッポコピッポコやってなるかい話で打ってへんです。 これはなかなか分ちょっ分優しくないです。これもアナログ時代は、うん、何僕分かってないですけど、当時はやっぱり窓口で普通に並んでこう取ったんですかチケット。そもめちゃくちゃそれしかないもん。<laughs> 並んででチケットで,、うん、で,で,で,でもちろんね、うん、その並ぶというのは極力、うん、やめようっていうのは松井さんも言ってはったわけやから言、うんうん、え,えねんけど、うん、その前段でつまずくぞこれというぐらい。 幅広い世代の方が来ますからそういうふうに伝うね歌の言い方若い世代は楽だな家でできるから楽だなて思うあれでしょうなんか1年後ぐらい1年後ぐらいにいろんなテレビでこの特集をしてそうな気がするあのチケットをってそうな気はするんですよこちらなね。 時刻6時40分になりました。えー、子育て世帯の支援へ向けて生命保険、住宅ローンの税優遇を検討というお話でございます。えー、政府予想が子育て世帯を対象とした、えー、税制優遇措置を検討していることが分かりました。 扶養する子どもがいる場合生命保険料の控除条件を引き上げることや引き下げが決まっている住宅ローン減税の借入限度額について借入限度額について現行水準を維持する案を議論しているということですこれは子育て世代の負担を減らしまして少子化対策を税制面から後押しするのが狙いということだそうなんですが、うん、sf 関係者 子育て世帯をパッケージで支援できないか検討するとしているということで、いろいろと石田さん、出てきてきますよ、ねうすね、あのもう相場な的に出てきまして、あ<ー>まあ今、さっきのニュースでもあったように、うん、子供三3人が作ったら、3人とも大学授業料ただにするとっ、所得、うん、制限、これ、儲けへんとしたら。うん に人とも医学部行ったらで6年分の授業の3人の医学部行ったらそれを私立でねそれを国が出しましょうと言うんだからまあ太っ腹も太っ腹でただそのいずれこれ所得制限ついてくるのちゃうかと思うと今3人作ったらこの子ら3人とも医学部ただでいけるわと思ってたら所得制限つけますって言いさんからやっぱりみんな思ったなるやん。 なのの本当にっていうのは、うん、子育て支援なの本当にというのが多くって、うん、この生命保険控除もそうなんですよあの今ちょうど年末調整の時期ですから、うん、会社サラリーマンの方は会社に生命、えー、保険入ってる人は、うん、あの領収書というかの証明書みたいな、うん、それを会社に提出してもらってくださいだから何ぼか4万円かな6万円かそ,それぐらいその給料が控除される、うん、給料がそんだけなかったことにしてくれる、うん、その分課税 対象が減るというのをやってくれるんですけども、うん、このお子どもが業あのー、子育てに関しては、えー、この生命保険控除をあのふなんていうか、うん、お子さんがいる場合は生命保険控除を増やすはい、はい、ということを増やしてくれへんかということを金融庁が要望してますお<う>これはっきり分かりかやすすいです金融庁が保険業,業界から言うてって言われたんですよ。うん、だって金融庁だもん、うんうん 金融庁としては保険業界から保険売りたいから生命保険売りたいから生命保険子供いてはるとこは得ですよというふうにしてくれますかと言うてやるわけですだからそんな変な話になってるわけでもだから保険会社から金融庁に行ってるってことなんです当然そうですで金融庁が今政府にそういうことやってくれへんかって言われてるってことそうそうそうほいで政府が一応やろうかなみたいなこと言うてんだんけどもだからこれ子供増えるかってう話じゃない まあ考えた難しいですねでしょでもっと変なのは住宅ローン減税で今あの住宅ローンがあるとその、うん、今0.7%かなあの残高のは、うん、所得税から引いてもらえるん、ね、その分うん、うん、だからかなり、えー、ほぼ所得なくなるぐらいの<う>引いてもらえる人もおるわけね、うん、所得にもよるけどもほ、うんでこれをですねあの、まあ、ちょっとあのまあ引き下げるってことはもう常に決まっとんねつまりねマックス今5,000万 までまあ5000万の借金がある人はマックスなんですよ。で、その0.7%を所得から引いてくもらえるっていうのが自宅ローン限定なんですけど、これを例えば4500万にしようかとか、今引き下げるって話が出て、るこれを子供がおる人に関しては引き下げんとこかって、ほう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 、どう考えてもこれも銀行から頼まれることなるほど、なるほど。そうするとうちでローン借りると楽ですよと。それは だから、うん、今のお子さんる、俺、ラッキー、それはたラッキー、タスクロワットなんだけど。 だから前田世代が、だから子供を作るお金はならんはずなんです。そうですね。他にも要因たくさんあります。ものすごい不思議なことあって、うん、最大不思議なこと、これでちょっと上手、はい。は続いてこちらですね。うん、子育て世帯へのリフォーム減税検討だそうでございます。政府等は子育てしやすいように、住宅をリフォームした場合の所得税減税策検討しているということで。子育て世帯の居住環境改善。 を支援するとということで少子化対策につなげるるががあとということなんですが子育てしやすいリフォームとして子どもの転落防止用の手すりの設置あるいは子どもを見守りながら家事ができる対面キッチンへの交換などが、などの減税対象として検討されているということなんですね。なるほど あのー、不思議極まりないこれがね、どこが言ってるか言ったら、政府に、国土交通省が言ってまあ <laughs> どう考えても<ー>けん建築屋さんから頼まれてるわけです、子育て向きのリフォームしたら、減税しますよということを言ってくれませんか、うん、で今言ったようにその手す、ま、手すりはわかるわ、まだ、うん、転落防止の手すりはまだわかるわ、うん、これがそうよ。 子供を見ななががら家事ができる対面キッチンにした場合んだこりゃ、うん、だから子供作んのか一応反射や,いや対面キッチンは対面キッチンにこれは何えっと僕らみたいな、うん、この時には老夫婦になる夫婦から対面キッチンにしますと。うんうん なったら、これはどうなるんですかこれは減税対象ならない。子供がおる人やから。あら。制限がある制限がある。子供が、もう子供大きなったらあかんが、それはら,ら。子供大きなったらあかんか。そうなあのね、ほんでね、あのー、まあ、不思議なんで。で、これがね、なんでこんなこと言うてきたんって言うたら、うん、あの、 国立社会保障人権問題研究所というのよくあるでしょ、うん、日本の人口はこうなる、うん、こうなると言うてるとこあそこが2015年にやった調査があってその調査の中にあの子供を持たない複数の子供も 2>,、うんえー、2人目3人目を持たない理由として家が狭いっていうのがあったと。あだからそこをあこれや だからリフォームしたら「いやリフォームしても家広がれへんで」と思いながら、ねまあ、家が狭いのがあったと、うん、だからここをあのなんかな減税下げたら子供増えるやろうという、うんうん、とんでもない<ー>これはこの何だろうなまあま,まあまだ前田さんもそこまでの実感というとね、はいまま、おそらく普通に考えて、うんまあ素敵な人が現れたら、うんうん、結婚して、えー、子供が授かれば いは多分あるよねこれ言うてきたもんやから2015年のこの調査をねひもといてみたんですよ。で面白い多岐にわたってるんで一番わかりやすいとこだけ言うと理想の子供は2人以上なんだけども2人以上欲しいんだけども理想はでも子供を産む予定は1人という夫婦に聞きましたあなた方は2人以上が理想だと思ってるのに1人しか産まないんだとしたらそれはどういう理由からですかいう もっといろいろ、うん、で、その選択肢が十人あんのよ。うん、で、一番、お、これ複数回答ね。うん、一番多いのは。子育てや教育に金がかかりすぎる。うん。うん。うん。まあ,まあ、まあ。だから、それもね。高校まではわかるけど、大学までかっていうのは、ちょっとわからない、ね、俺。まあ、まあ、まあ、これが一番で、四十三点八パーセント。二、うん、番目に多いのは。 2人目、3人目になったときに、その女性が高齢になってるんで、高齢、うん、になってから産むのは嫌だという、うまあ、それもそう、ね。これが42.4%、この2つがダントツに多い。うんうん、で、3番目に多いのは、個人だけども、これは授からない。なるほど。これはまあ34%。うんうん、この3が、ボンと大きくて、後からは少なくなっていくんですよ。うん、で、例えば、12個あるうちの、そうやな、6番目、自分の仕事に差し支えるから、これが11.8。うん、で、7番目、 夫が協力してくれないから、11.6家事とか子育てに協力してくれない。で、こで8番目夫が望まないから9.4ここで一桁になります。うん、まだ家が狭いから出てきません。ああなるほど。で9番目、うん、これはね僕ね現実的にあそういうことかなとな<い>一番末の子が、うん、夫の定年退職までに成人してほしいから。わかるわかる。これもわか,、ね、<ー>かる。だかこれはね割とねあの年ってから子供できたら思うことなんですよ。あわかる。 この子成人式の時俺もう定年やんけんと。それはねあの思いますね。はい。思うやろつまりそこまで働いてないとこの子らの学費とか含めて大丈夫だからそういうことそういうことある意味金額そういうことだからそれが嫌や嫌やからまあもうそれ以上産みませんっていうのがこれが六六点五パーセ6.5%やっとその下に家が狭いから六点一が出てくる。るもそれ十あんの。十番目やね。それを なんかこう、鬼の首取ったみたいに、ほら、だから子供少ないんや、言うて言ってきて、リフォームの減税制で言うてる国土交通省はどっから言われて、でそれに、お、いいなって言ってる議員さんたちが、どっからパー券買ってもらってるかよくわかるやろああの。そこにパーティー券の流れまでこう見えてくるわけですね。見えてくるやろ、さっきも含めてで。これね、あの、玉木さんなんかおっしゃってるのは、こんなや,やこしいことするよりも、うん、あの、昔のあの、扶養、燃焼、 付与を復活させた絵だけやんと付与工場だけどその話なんでこんなやこしいこと言ってんのって言ってるのはその通りだそれこそなんだっけなえこの間木曜日にね出ていただいている須田さんがおっしゃいましたけど確かにこの税制面とかっていうのはもう本当に熱海のなんだっけえと旅館のね熱海の温泉と一緒でこうだからいろんなとこ増築増築ワーッとしてって構造が複雑になってって 一体これ誰が得してて誰が難続そうなってるのか分かんなくなってるんですよでこれを直す時に誰がこんなことしてもこれ直さらへんでいいことも出てくるわけいろんなとこに建てまし建てまし、うん、あるいはここの子ってそこばっかり削ってるとかうん、うん、そうそうそう熱海の旅館や熱海の旅館になっちゃってるので、うんままあ、だから結果として、まあ、前田先でもここに入った時にあ私この控除が受けられるんや <laughs> うん、うん、こんなことよりももうほんまに2011年に廃止した満16歳未満の子がおる 場合は、こんだけ控除しますと、うんはいこれ復活しないだけのことやってるわけ。はい、で、そうしたら、一定ですも、一定、そのし、分かりやすい。ね。う,ーんうん。ねうん、だそうでございます。どうやら、今日は石田さんの熱が止まらないというああ。ちょっとね、もう、なんだこれゃ、というのが、ね。のはい。だそうでございます。では、お知らせ挟んで、さらに、続けてまいります。現金総額、二十万円プレゼントのお知らせでございます。M. B. S. ラジオ、上泉雄一の、エーナーでは。 12月4日月曜日から8日の金曜日まで日頃ご愛顧いただいている感謝を込めて現金2万円を10人の方にプレゼントいたしますこちら YouTube やポッドキャストではなくラジオとラジコの限定企画です応募方法など詳しくは12月4日月曜日から8日金曜日までの MBS ラジオ上泉祐一のエーナーでお伝えいたしますぜひご参加ください 上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています。時刻六時まもなく五十七分になります。続いてこちらでございます。二千二十三年売れたものランキング一位が強心剤というニュースでございます。 調査会社インテージ全国およそ6店舗から収集いたしました小売店販売データをもとに今年日用品で何が売れたかを推定販売額の金額の伸びし率から格付けした2023年売れたものランキングを発表いたしましたで1位が去年と比べまして伸び率183%強心剤。 だそうでございますでこの強診剤は中国台湾からの観光客の間ではともポピュラーな薬だそうでしてインバウンド復活を色濃く反映するランキングとなりました、まあ、調査会社の分析によりますと歴史的円安を享受しようとわざわざ日本に薬を買いに来る訪日客も多かった、うんうん、ということなんですね。うん、僕もこれ昨日ニュース見ててびっっくりしましまたね,ね共振剤,共振剤って

これはほんまにな、あの、ま、あま、あはっきり言って、急進が一番有名から、急進言いますけど、小さい瓶ですよ。3センチか4センチぐらいの瓶です。蓋入れて。ほここにほんまに、もうほんまにあの、ごまつろみたいな、漢方なんでね。ああ、そうですか。ま、あ、あはじゃ、それとあれで、これ、全国6000点のデータやね。6千店。六点。やと、京橋だけで終わってまうから。ごめんなさい、6000点、ごめんなさい。全国6000点。スーパー、コンビニ、ドラッグスターね。で、で、1位がこの、ま、あ 共振剤、うんで。これねもともと日本の漢方薬っていうのは品質が高いあこれ共振剤でもね漢方薬の、うん、分ですわそのいわゆる西洋医学の薬の共振剤じゃなくて漢方方薬でです。処方箋選んで買えるやつ。日本の漢方薬ってね実は世界のシェアは9割なんですよ。 あ,あ、そう。<laughs> だってすごいやろ。中国で生まれたもんやで。でも日本で世界の9割なんですか。九割。それで漢方薬。なんです、ね、漢方薬。<laughs> 漢方薬。漢方薬、ね。で、ね、まあ、それがね、今言った中国の方、台湾の方、あと韓国の方に非常に人気が高いんで。うん、まあ、今回一気に挽回。毎年売れとったんやけども。うん、その、コロナ中はやっぱり売れてなかった。 だって、人が来てへんだからね。ああ、そうですね,でね笑。笑っちゃうのが、二位がね、これ口紅でしょ。ね、いい口紅です、ね。これマスク外れたからですわ。ああ、やっぱり酔いますよね。やっぱり、口、うん、あの、マスク外れたから。七、七に頬紅入ったでしょああ、ほんま。では、七時の時報の後、そのあたり見ていきたいと思います。何も、頬紅って言わない。はい。はい。 今、私外でニュース読んでたんですけど、女性スタッフと。うん、って笑って。チークっていう。チークね。チーク。今の言い方。今の言い方。今の言い方というか、若い世代。物は違うんか、チーク。いや、一緒です、一緒です、ごめんなさい。でも、ここに、微笑みって書いてる。微笑みって書いてる。まあ、正式名称、微笑み。微笑みなんでしょうね。はい。で、まあ、これが2位でしょ。で、三位が検査薬なんですよ。これ、何かというと。これは、ある意味、すごいのが。コロナの検査キットのうちの、その、一、第一類医薬品、つまり、あの。 試験用やなくてちゃんとしたやつが去年の8月からネットで買えるようになったでしょそこで一気に増えたでやから今年5類になるまでやと思うんですそらくなるほどられでこんだけ売れてんだからすごいなやっぱり検査薬はすごい人気なんやな笑っちゃうのが17位これには入ってへんけど17位にねこれ難しい「鎮運剤」って言うんですけど鎮運剤って何運はねこれめまいです めまいめまいあの何ていうか火書かいて下に群をかく、はい、めまいめまい鎮ン剤というものですそれをめまいを沈める薬。これはのざっくり言うと乗り物酔い止めですあそういうことっ、はい、なるほどな。ということはコロナの間は鎮ン剤は出かけてないから。<laughs> うん。いらんか。なんか、いろんなものが時代を表しますなでね、面白いのはね、あの、ま、これ今年の分位なんか。はい。で、去年、去年、おととしで、売れたもん。去年の2、おととしの1位なんてみんな忘れてるやろ、これ。去年の1位か。いや、去年の2、二位。今年、おととしの1位。これがね、オートミール。オートミールわからない。もう、どうなったいや、僕たまにオートミール買いますよええ、おしゃれ。

まあそうよね。いろ代表されるもんですね。代表される,されるでこれも結局ね、オートミールも爆買い飲料にしても、あの、まあ、コロナがこう長引いたから、健康志向が高まったん確かにあそうですよね、うんそでで。それで、去年と一昨年は売れましたけど、このオートミールに関しては今年は30位までに入らずというね。ええー、もうみんなオートミール食べてないの <laughs> 今。<laughs> <laughs> ええー。そうなんです。何僕だいぶ遅いいやいやいや。いやいや 体にいいからでしょそまあとはいえそな好き好んでびっくりすると食べてるわけではないんですけど一応日本のオートミールが美味しいというか有名なの買って帰るのかなってことですよねでも日本の方は買ったからですよこれおそらく去年のととしは日本の人が買ったのでこれも石田さんいわゆるこうえっと氷 店の販売データってことドラッグスーパー、コンビニ、ドラッグストア。そあなるほど。で、ここにも海外の人が買ったのも含まれてはい、そうそうそう。あ、そういうことです。これ、伸びなんで、伸びなん伸びるんですね。伸びるんです伸びで伸びるんです伸びしろの方ですよ伸びしろがあ伸びたもののベスト三十なんで、ええ、まあ、オートミールは売れてるんでしょうけども、その変わらずに、例えば、伸びてないとして。でし伸びてないというのが。そう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 。 なるほど売れないんじゃなくて伸びてないだからそれで言うと2020年の1位のマスクなんて伸び率440ですよ皆さんしてましたもんねマスク伸びしろしかないですよねこれそれこそねちょっと全然俺調べてみたんやけど2020年の6位と2021年の3位が玩具メーカー菓子の入っとるわけ食がんでしょ食がんでしょもうこれこれ

137%。えー13 笑っちゃうのは去年の7位が液体だしこれやっぱり家でもう食ってんのよ外で飲まんと液体だし鍋つゆのもとそうそういう123%これ伸び率ですから,伸び率やからね2020年の10位も住居用クリーナーって多分家にいたからみんな家で掃除してたとから気になったよねこう汚れてるわなるほどこれすごい反映してますねだからもう定番になったものは出てこないわけですそそそそそう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 ,うん、うん、おそらくオーートミールはある ところでずっとこう100パーを一トンやと思うね。そういうことですね。だけども伸びひでへんだけのことやと思うんですよね。ね。だってそれでいうとやっぱ今年の強心剤の一位は前の年と比べたら183%です。すごいね。やっぱ皆さんそういうかやっぱり心臓に負担です。いやいやそうじゃなくてあの中国の方とか台湾の方韓国の方が日本行くのやったら日本の漢方薬の強心剤こう。 買ってるわけですよこれだからそれでいうとやっぱり9位に日焼け止めとか日焼けクリームが入ってるというのもやっぱり外出するようになったとかそうですね口紅もマスク外して、ね、今年の今年の,、うん、あの8位の乳酸菌飲料これあれですわあ<え>ヤクルト 1000! なるほど。ほぼヤクルトそうっていう。ななんでかを調べるのは楽しいですよ。<あ>何がこれは何かというのねうう。炭治郎なんか出てけへんなもん最初。何だろう。ってなりますよね。そうか食感か、えー、だそうでもあ,あのね多分今ラジオキロメンさんはもう家でやれと思ってるで <laughs> <laughs> 家でやれお前ら。はい、すみません皆さんもぜひご家庭で楽しんでください。<laughs> こだわりの朝どれニュースをご紹介します。まずはこちらの話題です。 京都アニメーション放火殺人事件で36人を殺害したなどとして殺人や放火などの罪に問われている青葉真司被告の裁判員裁判は7日、検察側が極刑を回避すべき事情はないとして死刑を求刑しました。 判決は来年1月25日に言い渡される予定です。まあ裁判が始まってからご家族、ご遺族の方のですね。供述をずっとこうお話を我々も見聞きすることがあったんです。けれど、もえ、それを聞くにつれこう。本当こうやり場のない。 怒りと悲しみとということをまあラジオ木の皆さんも多くお聞きになったと思います極限免れないというところでまあ検察がこういう判断を下したわけなんですが、うん、さあ果たしてどんな判決になるんでしょうね、うん、はい。続いては信頼回復へ向けてこの話題です岸田総理大臣は総理に在任している間は自身が会長を務める岸田派から離脱すると表明しました自民党の派閥で政治資金パーティーをめぐる問題が相次いでいることを受け 総理そして自民党総裁として信頼回復に努めるためだとしています一方麻生副総裁や茂木幹事長ら派閥会長を務める他の役員に対して 離脱を求めることとは考えていないなししましたさあこのニュースは本当にこの後どうなっていくんでしょうね、その金額もたたいろんなところで出てきてますしこういった形で具体的に名前も上がっているというところなんですけれども、はい、さあ本当にこれは自民党の中でもどんな風になっていくの検察部ね、えー、特捜部もどんな風な捜査になっていくのか。うん、岸田総理も相当支持っていく,くなってますからね、はい、続いては世界で停止となったこちらの話題です。 アメリカ軍は鹿児島県屋久島沖でオスプレイが墜落した事故を受け世界に配備している全てのオスプレイを飛行停止とする措置を発表しましたアメリカ軍は墜落の原因は機材の不具合の可能性があるとしていますアメリカ軍はこれまで日本政府の日本国内での全面的な飛行停止要請には 応じていませんでした、まあ、アメリカ軍が一旦抗措置を取ったということなんですけども、これ、期待によってそこまで事故率が高くないものもあるわけなんですけれども、まあ、こういったところで原因を一からやっぱり調べておきたいというところであるんでしょうね、はい、続いては、連携強化を訴えたこの話題です中国の習近平国家主席は7日、EU= 欧州連合のミシェル大統領、フォンデアライエン欧州委員長と北京で会談しました。 中国外務省によりますと、習主席は中国と EU の関係について、良好な強化と発展の勢いを見せていると指摘しました。一方で制度の違いからライバル視したり 競争により協力を減らしたりすることはできないと述べ、連携強化を訴えました一方で、イタリアが一帯一路から離脱するというところもありまして、うん、さあ、ヨーロッパと中国の関係はどうなっていくのかというところなんですけれども、まあ、当然、これ、州国家主席とすると、ですねそこの強化というのは訴えておきたいというのはあるんでしょうね、続いてはこの話題です。 宝塚歌劇団の劇団員が急死した問題で遺族側が7日、会見を開き死亡の原因となったとする上級生のパワハラの証拠として母親との生前の LINE のやり取りなどを公表しましたパワハラを一貫して否定する歌劇団側に対し証拠を踏まえて再考するよう求めました。 あのやり取りを私も記事で拝見しましたけれどもまあかなりねリアルなメッセージでまあ当然、ご家族の方からするとご遺族の方からするとそこは認めてほしいという思いというのはあのメッセージから見えるところであるんですけれどもさあ、過激団が今後どんな反応するかでしょうね。うん、最後はは大台突破のこののこ話題ですプロ野野球阪神の佐藤明内野氏は7日契約公開交渉に臨み 6500万円増の年俸1億5000万円で3位しました、はい、今シーズンは132試合出場で3年連続20本以上となる24本塁打をマーク、はい、リーグ優勝日本一に貢献しました、うん 3シーズンで1億円の大台を突破し将来的には家を買いたいと話しましたまああのおそらく今でも十分買えるぐらいあるんだろうなというふうふに思うんですけどまあ高校、大学卒業して1600万円から4200、うん、8500今度は倍のほぼ倍の1億5000万です、はい、さああとは本当にミスタータイガースとしてね、うん、今後どれぐらいの活躍ができていくのかというところだと思います。うん 現金総額20万円プレゼントのお知らせでございます MBS ラジオ上泉祐一のエーナーでは12月4日月曜日から8日の金曜日まで日頃ご愛顧いただいている感謝を込めて現金2万円を10人の方にプレゼントいたしますこちら YouTube やポッドキャストではなくラジオとラジコの限定企画です 応募方法など詳しくは12月4日月曜日から8日金曜日までの MBS ラジオ上泉祐一のエーナーでお伝えいたします。ぜひご参加ください。